皆さん、おはようございます。マーティン、ダーノミヤクーボイー、キングタクです。はい。えー、今日は、図の話をさせてください。今ジュズ、図私は一応持ってはおります。はい。ジュズは、法事、えー、に、墓参りの時に使う身近な仏具が図というんです。キーンには書説あるんですが、紀元前2世紀頃のインドで、数を計算するための道具として、奇想の実を繋いで作られたという説が有力です。日本には中国から仏教が伝来したのと一緒に伝わり、 仏念やお題目を何回とない手かを数えるという用途のほか、礼拝用として使われるようになり、鎌倉時代には広く一般に普及しました。樹珠は人間が持っている百八の煩悩に依頼し百八の種が基本とされています。その種を一つ一つ数えながら念仏を唱えるために樹珠という名前がついたのだとか、仏教的には煩悩に徹したり、仏教の公徳をやらすようにと願いが込められております。 確かに、便利ですね。便利というか、楽立ちますね。以上です。バイバーイ。